うっす、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日の特別レビューは、M81 のヘルメットカバー。この会社は ANA タクティカル、アメリカに作ってるのやつですね。このコンビのデザインは、OD グリーンのメッシュと M81 のマテリアルと、M81 のマジックテープも初めて見た。もう本当に素晴らしいのやつ。マジックテープは本当にたっぷり、そのループが全然ない、そのワイヤー入れるのループけど、このマジックテープたっぷりから何年も管理もできるみたいな感じですよね。このずっと真ん中のから後ろにもいっぱいマジックテープあるので、このカウンターウェイトパウチもそのままで使ったら全然問題ないと思うよ。と、必要なればすぐに取れると、いらないの時は取りやすいですよね。パウチの2つ横にあるとか、中には、その本当のマジックテープ、他のマジックテープよく入ってるから、ちゃんと捕まえてるとまだ動かない。100% パーフェクトフィットじゃないですけど、ちょっとこのピンチぐらいにできるの、マテリアル多いの場所もあるけど、それは丸いのブレイクにする、もっとカムフラージュアップのためと思うですよね。本当に素晴らしいの、色とデザインと。オプスコのメリタイムは超かっこいいになるですよね。このカバーにもできる、この、マウントポイント。ヘルメットシュラウド、NVG シュラウドのマウント。ちょっとカバーするとそれも守るですよね。植物とか木とかいろいろはぶつけたらと、もうちょっと静かになる。太鼓、本当に太鼓じゃないですから、そのトントントンが、そのカカカじゃなくてトントントンがもっと静かから、植物に入ってるとトントントンがよく聞こえない。音がそんなに遠くいかないですよね。レールが全然邪魔してないから、イヤープロ、アンプとか、ゴーグルとかまだ使いやすいと、ソーターのマスクも使ってもいいですよね。それはそのままで一回つけて、こっちにクリップして、ゴーグルやる前に、マスクも超簡単に使いますよね。と、本当にかっこいいのデザイン。これまで準備をしていて、本来のシュープルジェルの時で使いやすいです。そのままで行ってると、これ脱がせるとヘルメットが静かとか、もう星の限りが他のヘルによく見えるんですよね。本当にかっこいいのやつですよね。もうマジックテープ聞こえないでしょ。マジックテープ本当に多いから、そのいろいろライトとか必要ものが簡単にできますよね。一回に取って、こっちでライトは、今日は、チームが緑ですから、一発にライトつけたら全然問題ないです。ちゃんと綺麗にできる。まだヘルスターが欲しいですよね。ヘルスターあれば、こっちはパッチリに入れると思います。じゃあヘルメットカバー、まあまあ悪く高くないですよね。でもよく見てるのは TMC とかヘルメットカバー、僕はあまり次じゃないけど、そのレプリカのヘルメットになればレプリカのカバーがいいと思う。本物のヘルメットはやっぱり本物のカバーが一番素晴らしいですよね。パパー、本当にかっこいいですね。まあレビューはだいたいそのままですよね。5月には、レールアップグレード、シュラウドアップグレードがよく来る。その時にもっとかっこいいヘルメットになると思います。それと今日か明日ぐらいにアンプはついにリペアから、ワイヤーが悪かったから、ちょっと直さないといけなかったから新しいので、リペアからもう一回来ると、それはもう一回マウントと、それからもっともっと使いやすいと、ナイトビジョン使うの時にもっと動かないになるはず。本当に素晴らしいのやつですよね。 M81 はもっと買いたいですから、そのレーダーがまだ超人気ので、そのヘルメットカバーもあるので本当に嬉しいですよね。じゃあレビューはそのままですね。じゃあ皆さんお疲れ様です。 と今月か5月ぐらいについにサバゲにまた行けるみたいですね。まあコロナウイルスがまだちょっと基地の中に上がってるから、と行けるのルールがもうちょっと上がってるので大変です。じゃあ皆さんお疲れ様です。また今度ですね。ダダンダンダラン。